私の専門は大気科学という分野です。気象学、それから気候学を含めて関連する分野である衛星リモートセンシングとか、そういう分野を含めた学問分野になります。さまざまな大気の現象、例えば台風であるとか暴風ですね、あるいは都市のヒートアイランドといった大気の現象のメカニズムでありますとか、我々の生活への影響ですよね、そういうのを調べるにあたり、観測データに基づいてメカニズム解明の研究を行っているんですけれども、観測データっていうのは限界がありますので、それを補完するツールとして物理法則に基づいた気象モデルを使ったシミュレーションというものを使いまして、その結果を解析するということを行っています。この後シミュレーションを使って線状降水帯のメカニズム解明の研究をしている3年生の方と、それから現地の観測とシミュレーションの組み合わせで明石市のヒートアイランド現象のメカニズム解明の研究をしている修士2年の学生さんのお話を聞いていただきます。私が今取り組んでいるテーマは線状降水帯についてです。特に関西地方において淀川沿いに発生する淀川チャンネル型豪雨というケースについての研究を行っています。観測では得られないことをシミュレーションでやるんですけども、実際に雨が200ミリ降ったんですけど、その200ミリの雨がちゃんと降るのかという今検証を行っているという段階になります。で、最終的には淀川チャンネル型豪雨のメカニズムであったり生活に与える影響、こういったものを調べたいなと思っています。特に印象的だったのが去年の12月に行われた環境人間フォーラムです。私はポスター発表をしたんですけども、研究の触りの段階ではあるんですけども、来ていただいた方に自分の研究内容を伝えることができました。なんか自分の伝えたいことをビジュアルと、そして自分の言葉で伝える大変さと大切さがあったような気がします。気象分野って自分で動かせないですけど、シミュレーションすると自分の手で再現できるっていうのが面白い分野だと思っています。淀川チャンネル型豪雨のシミュレーションをしてメカニズムを解明するっていうのは大きな目的なんですけども、最後に研究して面白かったなと思えるような卒業研究をしていきたいなと思います。自分の研究テーマはヒートアイランド現象です。でヒートアイランド現象を選んだ理由は社会的意義の高さが背景にあります。兵庫県の明石市という現在人口が増加しており、これから都市化が進む可能性の高い都市を選びまして、観測と数値実験の両方を行っています。観測の方に関しましては、明石市内の小学校9校に協力いただき、百葉箱の内部に温度計を設置し、明石市内全体の気温分布の測定とそのデータの分析を現在行っています。数値実験に関しましては、現在の土地利用を過去の土地利用に変えたものや将来の都市計画に基づく土地利用に変更したものをシミュレーションで出力し、現在の気温と比較することで都市化が暑熱環境に与える影響の評価を試みようと思っています。観測実験をするときに明石市の小学校を回るんですが、自分が明石市出身なこともあって母校に行く機会や昔お世話になった先生に会う機会があったりして、そういったことは研究をやらなければ起きなかったので印象深かったです。で、あとは大学院に入ってから初めて本格的にプログラミングというものに関わったので、毎日試行錯誤しながらではありますけれども、過去の自分と比較して少しは上達してるかなと感じられるときにやりがいを感じます。研究テーマというより研究態度に関しまして、手段を目的化させないということは奥先生から学ばせていただきました。プログラミングに苦労しちゃうとその図を作成することが目標になっちゃうんですけれども、その図から何が伝えたいのかっていうところまで意識したプログラミングの進め方をしようというふうに考えるようになりました。第一志望で考えているのは気象庁で予報業務に関われたらいいなと思っているので、研究とは別で公務員試験の勉強も同時並行で行っています。気象庁というのは国民の命を直接救うことができる立場にあると思っているので、災害時や非常事態に社会的に意義のある仕事ができればいいなと思っています。
まあ、例えばシミュレーションを使って出てくる結果っていうのは数ギガバイトオーダーのいわゆるビッグデータを使うわけですよね。気候変動を含めた今の社会問題を解決するにはそのようなビッグデータを普段使いできるぐらい簡単に扱えて適切かつ効率な解を導くというようなプロセスが必要になっています。先行き不透明な今の社会に対するさまざまな問題に対してしなやかに活躍できるような人材になってほしいと私は願っています。